12時3分になりました、えー、今日はこの時間のいつもお届けしているシェイクアウトリポートは 2時台にお届けする予定になっておりますので早速東洋フーズの防災とっておき情報館のコーナーに参りたいと思いますえ毎月第1金曜日お届けしております東洋フーズ防災とっておき情報館のコーナー今日も東洋フーズ株式会社広報の瀬川さんと一緒にお届けいたします瀬川さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい。だいぶね春な感じになってきましたけど、はい、花粉症は 花粉症はですね、はい、あの花粉症だと思ったら花粉症になってしまうので、はい、花粉症ではないとずっと十何年思い込んでます。<laughs> <laughs> 大丈夫そうですか？いや、たまにこう負け負けそうな時あるんですけど、<laughs> ずっと自分に言い聞かせてます。 こういう感じで、はい、か風かなって <laughs> やり過ごすみたいな、はい、うんそのままで行かれることを願っておきます。はい、あと何十年か頑張ります。<laughs> そうですね本当にねえー、まあ、すっかり春らしくなってまいりましたけれども、はい、さあ今月の内容なんですけれども、はい、今月はあのー、ほら復習してきたでしょ開始になってから、はい、お水主食という備蓄の関係。はいはいはい ということでご飯を先月整えたのでおかずかなって予想をするわけなんですけどそうなんですよでまあ流れ的にはおかずを私もそうかなと思ったんですけど今日はですね実は復習をちょっとやめてですね今までやったことがないお話したことがないまだあったんだまだあったというかリスナーの方からの皆さんご意見を いただいておりまして、はい、コーナー、こ,こ,こういう防災食あったらいいっていうのを頂いたしたんですけど。うんはい、あのお返事を全くしなかったので、はい,はい、はい、今日ちょっとまとめて、はい、はい。皆さんのちょっとお声に、ついちょっとご返答させていただければと。素晴らしいじゃないですか。はい、ありがとうございます。じゃあ、皆さんね、ご応募いただいたときに、こういろいろご意見も書いてくださってきたということでね。なんか、あの。子供さんのお写真くださった方がいて。はい 1>, あの1月の,あの玄米缶のプレゼントの時にお送りしたんですけど、はい、その時竜花アットシロクマさんが当たった玄米缶をお子さんが <laughs> あの積み木代わりにして遊ばれてる写真も送って頂い,いて、えーでまあ、すごい可愛らしくてですね、えー あの本当にあの可愛らしい写真ありがとうございましたそうでした、はい、ありがとうございますさあそしてですねいろんなお声が寄せられているということなんですけれども、はい、ちょっとあの読んでいいですかこれ、はいえっと項目で言うとこういうのありますかっていうネタを皆さんからいただいたんですね。はい、餃子オムライス海鮮鍋いちごハンバーグ焼きそば味噌汁和菓子お好み焼きお餅いちご とかねはいろいろ引っかかりますけど <laughs> ちょっとじゃあどうですかこの辺はあるのでしょうかそうですねまずですね、はい、あの餃子に関しては、うんはい、今のところ日本国内では見当たらないですあそうですかただまあもともと中華料理のものなので、はいええ、中国にはあるかも <laughs> 防災食はいただ防災食なくても <laughs>、まあ、いわゆる缶詰としてあるかもしれないですけど <laughs> ただ中日本だとあの焼き餃子がメインなんですけど中国はの水餃子なんですよねなので、ねうん、もしかしたら水餃子のがどこかにあるかもあるかなあ分かんないですねちょっとね<え>こうかなと思うんですけど調査に、はい、出張費でいけるといいですね <laughs> 無理ですね残念ながら中国の防災食ってどうなんですかねじゃあの正直ですね日本が まあまあ地震大国っていうのもあって、まあ災害大国、はい、あって日本がす一番優れてるんですね。あ<ー>なのであのまあ以前あの NHK の番組でもあのこう NHK ワールドっていう番組でこう、はい、まあ海外の方々が日本の防災職についていろいろ語られてる番組があって、うん、そこでうちのスイーツ館も取られていただいたんですけど、はいはい、海外には基本的にはないですね。あったとしても本当にの もう日頃食べてるのはクラッカーをそのまんま入れてるとか、はい、お水をっていう風にで、まあ、アルファ化米とかはもともと登山用のものなので、えーはい、それは海外にもあるんですけど日本ではいっぱいパンの缶詰だとか、はい、おかずとかうちのスイーツ缶もあるんですけどうん、うん、そう,うバラエティの富んだものとかはないですね。うん、ねやっぱりじゃ防防災災食ももだし防災グッズなんかも日本が 結構進んでる。んでしょうね。ねはい、なるほど、邪魔、まあ、あの中国にね、ゴールデンウィークご旅行行かれるとか、はい、そういう方は。見てきてください。もしあれば、情報をお願いいたします。うんそうで,すね、できれば、現物をセガさんにプレゼントしてください。はい、<laughs> じゃ、あ続いて、はい、オムライス。オムライスはですね、はい、あのー。あれば、やはり嬉しいんですけど。ね、やはり、こう、いわゆる、こう、ケチャップライスに。 卵とか、はい、ってなると、やっぱり長期保存など厳しいんですね。ただ、あのアルファカマイでこうチキンライスとかそういうものはありますので、はい、まあチキンライス風のリゾットのものもありますので、はい、まあそちらがまあオムライスに近いかなっていうものですね。なるほどね。はい、じゃ、あ卵が。 焼ければ、作れないことはないかみたいな。そうですね。まあ、あの卵焼きの,の、だし巻き卵の缶詰はありますので。はいはい、あまあ、それをこううまく。もう組み合わせると。<laughs> はい、ご自分でこう。ミックスしてもらうと、<laughs> うまあ、うんうん、それに近いものになるかもしれないです、ね。なるほどね、はいまあ。若干だしの味がする可能性はありますけどもね。はい、なるほど。 そして海鮮鍋 <laughs>。はい、やっぱまあ缶に入ってて <laughs>、はい、鍋。 あのこう器代わりになればこう下からこう火を火で温めればまあ鍋風に食べたいというまあご要望だと思うんですけど海鮮まあ鍋っていうものはなくてですねただのカゴメさんが出されてるパウチなんですけどパウチは具沢山さんの野菜スープのようなものはありますのでまあそれはまあ海鮮は入ってないですけどまあいろいろな食材が食べられるっていうので近いものかもしれない んかあのかきのねオイスターソースに使ってる缶詰とかあるからんかこうそれもさっきのオムライスのように組み合わせれば、はい、感触的に海鮮鍋っぽいのがい,いけなくもないからいけなくもないですね。 いちごはですね、これはあの、まあ防災食としては売ってないんですけど。や、まあ保存食として、はい、あの、いちごのこうシロップ漬けの缶詰ありますね。そうですね。イメージとしては、あの、パイナップルの、うん、あのシロップ漬けよのようなものですね、はいうんうん。うん、なるほど。フルーツ系は、じゃ、シロップ漬けならば、結構種類もありますね。そうです、ね。あのスイカとかもあるみたいです。バナナも。 <え>海外で確かバナナはタイだったと思うんですけど本当。まあただあのまあシロップに使ってるので食感なくて結構ぐシグチグチ相当売れたやつみたいな、はいえー、召し上がったことありますかああバナナはありますさすがはいう バナナを期待するとちょっと違う感じ、も全然違いますね。<laughs> バナナ汁みたいな。はい、もうそんそんなイメージです。なるほど。はい、まあその辺も日本の技術は優れているのかもわからないですけどね。はい、なるほど。まあ一応缶詰のシロップ漬けならあるということですね。はい、じゃあハンバーグ、ハンバーグに関してはやはりこうおかずってなった時に、はい。まあ結構あのいろんなこう世代の方、はい。がやっぱり好きな。 あのおかずになりますので、いろんなメーカーさんが出されています。うんうん、だからもう防災食としてもありますし、はい、まあ日頃日常置いているものでもある程度こう常温で長期保存できるものもありますので、うん、これはちょっと探せばすぐいろんなものが見つかると思います。んなんか味も美味しいのあるって。そうです。あのあるメーカーさんのものだと、はい、まあいわゆる。 まあ,ま,あまあ価格的に結構お安くしてるタイプのものもあれば高級デミグラスソースでっていうものもあってですねこれもちろんあの防災食で作ってますので常温で。 3年とか5年とか長期保存できるものがありますのでただまあやはりあのメーカーさんによって味付けが微妙に違うのでまああの同じハンバーグとしてもいろいろ試していただいた上で自分の好みに近いものを保存しておいた方がいいと思いますなるほどね食べ比べてみましょう、はいえー、そしてこれはねあのカップ麺だとあるけど焼きそば焼きそばはですね、はい、これは防災食しはないです はい。海外にはまあそのカップ麺とかじゃなくて、スパゲッティが、あまあパスタ食べますからね。美味しいんですか？えっとグニョグニョでした。はい。なるほどね。柔らかいのが好きな人はいいかもしれない。もう本当にもう食感はないに、本当全くないような感じで。難しいですねその辺はやっぱりちょっと長期保存になるとやっぱ食感だとか。 はやっぱり維持するのは難しいですね。なるほどね。はい、えー、味噌汁。味噌汁はこれはあの防災食としてもありますし、はい、あのホリカフーズさんっていう、うんまあ、メーカーさんが結構昔から出されているのもありますし、はい、最近ですとあの JR の駅の自販機でまああの長谷園さんとかが、うん、こうあさり何十個分の味噌汁っていうのも 出されてますので、これあの結構普通に手に入ります。ね、使いますよね。まあ、缶じゃない選択肢でいけば、ね、もっとありますもんね、お湯で。そうですね、はい。あのフリーズドライのものでは、あれば、あのいろんなスープ。えっと、天野フーズさん。があの、多分、入麺。入麺が混ざったものとかも。あります。ありますし、結構。はい。クリームシチュー風のものもありますので。 ただその場合はやはり水かお湯がないとっていう部分ありますのでまあそれもご自分のいろんなこうガスコンロとかお水の準備とも含めて、はいうん、じゃあ降り空でいいか、うんうん、じゃあもう最初から液体のものをするかって考えられた方がいいかなとは思いますねこれもやっぱりねいっぱい出てるの幸い味を試しておくっていうのはいいかもかなですね。 そして、えー、和菓子ありますね和菓子はですね、まあ、これはの防災食で有名なものですとあの井村屋さんの防災洋館、はい、うん、でこちらの、まあ、スポーツ系のスポーツ洋うかっていうのもあって普通の小豆のものもあればあとチョコレートの味のものが、はい、でチョコレートの結構おいしくですね私甘いもの何でも好きなので、はい、普通の洋うも食べるんですけど、えー チョコレートの味のものはどんなもんだろうと思ったら、うんはい、食感はすごい滑らかで<ー>あ美おいしいわっていう<ー>ものでしたおいしそうはいこれは本当にいい、ね、あのもう和菓子とその、うん、いわゆる和洋折衷、はい、で本当とうにあうまくこう組み合わされてるものですねなんかあの小豆の缶詰の備蓄をセガ、はい、さんおすすめって そうですまあ、私あの甘いものが好きっていうのもあるんですけどまあ缶詰ですやはりあの普通にあのスーパーで売ってるものでも、まあ、3年ありますし、はいでまあ、私どもそのスイーツ缶は、はい、こう洋風のスイーツがないっていうお声があったので,、うん、で実際市場になかったので作ったっていうのはあるんですけどやはりこう日本人だと和食とか和菓子にほっとする方も多いのでかといって和菓子の場合は。 まああの繊細でとかあの日持ちがしないっていうのもあるのでうそういう場合はこう普通にスーパーで手に入る小豆のもう甘くもう似てあるものを置いておけばいざという時はもうそれをもうスプーンですうだけでも甘味、ねはい、になりますので。ね それで冷凍保存してる食パンとかに塗れば食事もなりますしおやつ風の甘みもなりますので小豆の缶詰は置いといた方が甘いものはやはりの普段食べなくてもストレス溜まるとやはり欲しくなるのでそれは一缶ぐらいは置いといた方がいいいかなとは思ますね嫌いじゃなければぜひという感じですねむしろね。 小豆で豆で栄養もありますしいいですよねただこれもですね好き嫌いもあって私の妻はですね小豆は食べるんですけど粒あんが嫌いでして嫁の場合はやはりこしあんが好きなのでそういう好みは出るかもしれないのでやはりこういうのも買っておくだけじゃなくて食べてみてっていうのはやった方がいいと思いますね。 むしろ甘いもの好きは積極的に試しますみたいなね瀬川さんの場合はそしてお好み焼きってあるんでしょうかあるんですよこれが私もですねあのまあ出張で大阪に行くこともあってですね新大阪の駅でお土産やでまあいろんなお土産あるじゃないですかでそれでいろいろ見てると俺ってお好み焼きどれがですね大直径 10センチぐらいのが2枚こう重なって、はい、でソースとか青のりとか鰹節はこう別にこう袋に入ったものがついててうん、うん、確か一缶、うん、500円とか6700円とかそれぐらいったと思うんですけどはいで味はあの美味しかったですあ本当へまそのままいけるわけですよねそのままもう開けて、うん、そのまま食べられましたえ<ー> いいんじゃないですかじゃあこれこれはあのただですね賞味期限がですね、うん、そんなに長くなかったんですね缶にしてははい確か1年はなかったような気がするので,でじゃあちょっと要注意そうですね、うん、そういう部分をちょっと踏まえた上で買われれば、うん、いざ時にもお好み焼きは食べられる、ね、手段はありますああそうですね、はい、なるほど そしてあさっき小豆出てきましたけど、はい、一緒にあったらいいなっていうお餅ですけど、はい、お餅はありますかねお餅はですねこれもあの、うん、結構多くのメーカーさんが出されてて、はい、本当にこうお水をちょっとかけて、うん、本当もう5秒10秒ですぐ戻るっていうものですね、はいはい、ただこれやはりあの、まあ、保存性だとか水をちょっとかけるとすぐ戻るっていうのもあっていわゆるあの 普通だとこうもち米を使ってお餅なんですけど、はいはい、やはりこう使う原料が、ええ、あの他のものが入ってますのでうん、うん、多少ちょっと食感が違うとかってあると思うんですけどうん、うん、ただ食べてうん、うん、あっお餅だねっていうものなので、はい、あのまあそれは問題はないと思うんですけどうん、うん、結構お餅に関してはいろいろありますね。ななるほど、はい、なんか昔あのー まだ瀬川さんが番組していただくより結構前ですけどやっぱり防災の特集した時に確かねお餅水で戻すのを試させてもらったことがあるんですよね。でこうまあ若干水で戻すんであの普通の普段のお餅よりも薄さは半分ぐらいでねちょっとあのちっちゃい感じはあるけどでももう伸びるし普通にお餅でね結構びっくりしたんですよね。こんなんんなで戻せるんだと思って すごく便利だと思いますよね。で,ねで、さっきのね、あずと一緒にあったらもう最強ですよね。はい、<laughs> 完璧って感じです。ね。はい、そしてあのまあ今ね缶詰であるかどうかっていうのを教えていただきましたけれども、はい、まあやっぱりあの缶詰だったりあとパウチもそのまま食べられるからっていう話をよりね、はい、していただいてますけど、まあ火を使わないとか電気使わないっていうのはやっぱり助かるのかなっていう,うです、ね、感じしますよね。はい 堀カフーズさんっていうところ、はい、まあ先ほどの味噌汁も作られてるところなんですけどそちらがですねいろいろ何種類が出されてるんですけど、ええ、まあレトルトにそのレトルトパウチに入ったカレーとか牛丼とかハンバーグとかあるんですけど例えばレトルトパウチに入ったカレーとパックに入ったご飯と、うん、あとはあの、まあ、こう着付きの袋があってはい、はい、でそこにこう加熱剤が もついてる箱に入ったものが、そういうセットがあるんですね。うん、で、そのチャック付きの袋に。こうご飯とパウチを、まあ、そのまま袋とか容器のまま入れて。加熱剤を入れて、水を入れると。シューっで、湯気が出て。で、それで温まって、温かいカレーとか牛丼が。食べられるっていうものはあります。これは本当にも、その。製品さえ買えば、もう火も水もいらないので。これはすごい便利。 ですね、はい危なくないし、はい、いいですよねでただですねまあ,これあ,の、まあ、あのそこまでまあ便利なので仕方がないんですけど大体 1>,、うん、いい1セット1,000円ぐらいするんですね、はいうん、ただまああのそのセットの中身を考えると妥当だと思うんですけど1,000円で考えるとちょっとうんまあちょっとかさむかなっていうところはあるかなというところですよね 食べられる環境がありそうだったら、まあ、やっぱりカセットコンロですね定番のあと七輪とか <laughs> あのそういうものをお庭がある方は準備してもいいんじゃないかっていうねアイディアもありますそうですね,ねやはりあのガスコンロは便利ですので、うんえー、カセットコンロとあとガスボンベはガスボンベはたい 1>, 1時間半ぐらいしか持たないので,本で、ね、まあ6本とか10本とかうんうん、うん、はいそのぐらいね用意しておいてっていうことですよねまああのいつまでも使えるわけじゃないのでやっぱりこうちょっとその辺も数を考えたりして数を揃えるっていうところの計画は必要かもわからないですねあ、はい、あとなんかあの もう温度とかも関係なくてとにかく何か栄養を取れてお腹に入れられるとか口に入れられるものっていうものっていうのはありますかねまあの有名なところですやはりあのカロリーメイトみたいなものですね、はい、はいはいはい、まあれ本当にもう、まあ、暑い時も寒い時でももう封を開けるとそのまま食べられますので、はい、そうですねそういうこう栄養食っていうか、はいね、そういう みたいなっていうのだと、はい、まあカロリーメイトと思い浮かびますけど結構種類があるみたいでそれまあカロリーメイトにまあ似たようなものもありますし、うん、あとはですね、まあ、あのまあそこら辺のスーパー普通のスーパーではちょっと売ってないんですけど、はい、こう豪華客船があって避難用のボートってあるじゃないですか、はい、でそれにこう乗ってる救難用の食料っていうのがあってですね。 でそちらはですねあの、まあまあ、カロリーメンのきちっとあのアルミ箔の容器で入ってるんですけど、はい、より密封させたものがそれがです、ねまあ、有名なところのものですと、はいえっと、小麦粉とピーナッツ粉を油で混ぜて砂糖も加えてきちっと固めたうん食感が楽がみたいな。 ものはあります、ね、なるほど、はい、ちょっといろんなのありますね瀬川さんはあの忙しい時はこういうカロリーメイトとか落眼風のものをかじって頑張ってらっしゃると、はい そうです、ね、うこそうなのでね <laughs> まあちょっとこれからも応援していただきたいと思いますけれどもね他にもあのスーパー行ったりすると本当に参考になる食べ物えたくさんあるので今までの放送を参考にしてねちょっとお家の備蓄食も考えていただいたらいいなというふうに思いますけれどもさあ,あのお時間迫ってきましたけれども、はい、今月のプレゼントは何でしょうか、はい、今月はののののもの製品の玄米缶缶缶野菜缶、はい、スイーツ缶の入った こう防災フルコースセットを五名様に。はいや、ありがとうございます。 ぜひ皆さん、どしどしご応募ください、はい、応募先、いつものメッセージの宛先と一緒で、葛飾 FM 宛てで大丈夫でございます。はいえー、それからですね、あのー、4月からも、私卒業しちゃうんですけれども、はい、4月からもこの時間は、ですね第1金曜日12時7分頃から、えー、防災とっておき情報館、等明日の防災とっておき情報館としてお届けし続けますので、ぜひね、防災情報はリスナーの皆さん、引き続きこの、えー、時間にゲットしていただきたいと思います。ということで、はい、瀬川さん。 えー、毎月毎月、えー、ためになるお話を教えていただいて、本当にどうもありがとうございました。あの、体に気をつけて、ご活躍ください。<laughs> はい、ありがとうございます。はい、ということで、えー、この時間は防災活動とともに、食品備蓄の大切さ、皆さんにお伝えしています。東洋フーズ株式会社、瀬川さんと一緒にお届けしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。